攻撃された。気をつけろ。 深刻に考える必要はない。君たちにやってもらうのは正確には解体ではない。あくまでも爆弾の一時的な凍結処理だ。所詮解体除去は素人には無理な話。いいか、見てろ。 これが C4 爆弾。 今起動状態だ。 爆弾が鼓動しているのがわかるだろう。こいつにこれを吹きかける。どうだ、簡単だろう。とにかくこのスプレーで起爆部分を瞬時に冷却する。
どれくらいこの状態が持つんだ。この状態で爆発することはありえん。このまま放置しても24時間は大丈夫だ。それだけ持てばことは足りる。人手があればちゃんと解体したいが仕方あるまい。スプレーの飛距離は数メートルだ。床や壁、天井、机の下、あらゆるところを探すんだ。爆弾をセットした人間の思考を思い描け。悪いがファットマンは俺の教え子じゃない。何か爆弾の位置が分かるものはないのか。これを持っていけ。俗に言うイオン液動性蒸気探知機の一種だ。シオン爆薬から発生する気化ガスを検知する。何だって。つまり人間には感知できないシオンの匂いを嗅ぎつけるということだな。そうだ。君たちのレーダーにリンクするように調整した。シオンが発する匂いが視覚化されてレーダーに表示される。これを常に装備してレーダーに注意するんだ。匂いがないシオンがあったら。そのセンサーとやら効力を見せてくれないか。そうだな。見ていろ。スイッチを入れる。レーダーに映っているだろう。これがシオンから発せられる爆弾の匂いを視覚化したものだ。かなり広域だな。文句を言うな。ないよりマシだ。センサーを起動してそのエリアを探してくれ。分かった。だが忘れるな。このセンサーを使うにはレーダーが必要だ。必ず各脚のノードにアクセスしレーダーをオンにするんだ。あと敵には見つからないことだな。敵に発見されるとレーダーは効かなくなる。そういうことだ。我々がいるこの C 脚にもファットマンは C 音を仕掛けているはず。この近くに。
誰かいるのか、動くな。
入者を逃がすな。急いだ方がいいぞ。
ンを照合しました。どうぞお入りください。あんたがエイムスだな。金。
た遭遇、バックアップをよこせ。了解、敵を殲滅せよ。これが
Thank you.
久しぶりだな、ジャック・ザ・リッパー。この男をご存知で？私を覚えているよな。大きくなった。大量のインプラント、奴らに記憶もいじられたか。オルガ、こんなこといずれはバレる。いい、しばらくしたら解除するから覚悟して。Thank you.
を考えている。ふざけんな。バカ者。オセロットが GW から S3 のデータを発見したときは驚いたものだ。だが、よく考えれば悪くない計画とも言えるな。毒を持って毒を制す。スネークの兄弟である私を倒すための資格としては最適だ。S3 計画、ソリッドスネークシミュレーション。史上最高の兵士、ソリッドスネークを人為的に作り出す養成プログラム。徹底した VR 訓練によって作られた存在しないフォックスハウンドの隊員ジャック、お前は奴らに作り直されたんだ。ソリッドスネークの模造品として。残念だよジャック、よりによって愛国者たちの道具に落ちるとは。だが私もお前を利用させてもらった。奴らの計画を逆手にとって、お前の侵入、ソリッドスネークの出現、我々の中に愛国者たちの手先が入り込んでいることは明白だ。作戦が最終段階に入る前にそいつを駆り出さねばならなかった。そのためにお前を餌に使った。ジャック、あの内戦の国で過ごした日々は真実だったな。生か死か、毎日が絶対的な現実に満ちていた。そこから逃げ出したお前が今度は虚構に操られて戦場に戻ってくるとは。ジャック、
目覚めたか。アーセナルの AI GW は破壊された。私はお前を見くびっていたようだ。代わりにお前に答えてもらうぞ、我が息子よ。一体何を聞くつもり？彼が何も知らないことは知ってるはず。聞くのはこいつにではない。覚えてる？もちろんだ。俺たちが初めて会った場所、思い出した。今日は君と初めて会った日。そうよ。次の世代に伝えたいことがある。生きるものは全て遺伝子を後世に伝える。赤ちゃんのこと。ああ、でも人が伝えるのはそれだけじゃない。遺伝情報に記録されていないものもある。俺たちはそのことを子供たちに伝え続けなければならない。どんなことを？環境、思想、文化、悲しみ、喜び。俺たちはそれを未来に伝えるんだ。それってプロポーズ？この言葉だけは誰にも伝えないでくれ。The stars and the sky up
above and think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am I filled with love? I walk by myself on the streets below and ask every child I know, do you think tomorrow will bring sun or rain? Which one of these will show? I can't say goodbye to yesterday, my friend. I keep holding on till the end. Out of the darkness, there is no other way than the light leading to yesterday. Inner peace, not war, and dreams that I let slip away. I'll find the joyfulness I'm looking for way back in looking for way back in.
Thank you.